お疲れ様です。お疲れ様です。アングルはこれぐらいにしましょうか。というわけで本日もパテモソは、飲みます。厚揚げ油揚げ一本食いでございます。ありがとうございます。でこちらの方になめたけ、天使は白菜の浅漬けですね。私がつけました。そちらも準備させていただいておりますので、今入れたけど、あいつボケとるな、無意識にやるとね、人ってね、分からなくなりますんで、まあ、こういうのに、ね、いただいていこうかなと思ってます。まあ、とりあえずキムチとかね、ちょっと彼がほんまにうまいキムチがねおすすめってねくださった方が言ってたんでね、そしてこれオクラね、まあ、今日お昼も食べましたけども。たんまりともやっておりますん で本日はピンマイクをちょっと新調いたしまして、まだちょっと違うやり方でやらせていただいております。まあ、というわけで、ね、早々にいただきますか。これグリルの弱火で4分ぐらい焼きました。カリカリにはなってます。表面ねちょっと焦げ目がつくぐらいがいいんやろうけどな。で醤油をどうしようかなと思ってまして、もうだし醤油もあるし、ここにこの極上の醤油、これなんてやつかわからんけどね、千成屋、これいきますか。ちょっとね、ネギはもういかな今日はな、これ乗せながらね、これちょっと甘めのやつでねいいんでね、でここにちょっとキムチ乗せて、まあ、早速いただきたいと思います。とにかく乾杯。ただいま8時40分なんですよ、夜の。めちゃくちゃうまいねこれ。これ一本十分のね晩飯のあてになりますね。ただいま8時40分、まあ、7時に終わって酒飲んでたんですけど、動画撮ってました。で今日朝ソフビ動画撮りましたけど、そうではなく昨今ブームのロッケンロール T シャツの動画撮りました。まあ、私のことを昔から知ってる方が言うと、まあ昔 T シャツを永遠に畳んでる動画を撮ったんですけど、ロック T シャツは昔からまあね、まあ、正規品も非正規品も含めてね持ってる方で、でも逆に言うと最近のこの流行り、ロック T シャツの流行りにもちょっとね、流行りは知らねえけどさ、音楽好きの俺からしたらさ、ちょっと言わせていただきたいけども、白菜うめ、言わせていただきたいって別にいいんやけど、服なんかね、ファッションなんか、まあ、こういうちょっとね酒を3杯飲みながらで実質だよ、結局最終的に3杯飲んでた、終わった頃には1時間ぐらい1時間以上撮影してたから、T シャツをタラタラ見ながらね、そういうこともあったんで、まあ3部作でもしよかったら皆さんね、酒動画の延長線で T シャツ説明しとると思ってね見てもらえればねいいかなと思います。まあちょっと明日1本ぐらい編集できたら、明日まだゆっくりそうなんですよ、週末はちょっと忙しいから、できたらいいかなと思ってます。公開ね。なめたけも合うじゃん。あ、そんなこんなですけど、パテモソ。
今日頑張ってね、全員コメント返しました。うん、あ、コメント返しも古いやつは返しませんよ。めっちゃ前の動画にコメント入ってるやつは返してなかったりとか、まあお気に入りボタン押したりとかするぐらいで終わらせてますけど、うん、やっぱね、あの習慣的に動画を投稿するとかそんなんはできんやけど、まあよくあるんですよ私は。仕事で使った経費とかもね、いちいちちゃんと帳簿に最初つけてへんからさ、年度末に苦労するとか年明けに苦労するってこと多いんですよ。もう全部まとめてやるの、そういうことはできないんですよ私。うん、もう事務仕事、コメント返すもついついしゃぶっちゃうし、もう中年パテモソン日記の副音声それやらなくなっちゃうからね。うん、前は中年パテモソン日記週に1回ぐらい上げてましたけど、もっと言っても週に1回でもうそんなに大きな変化も今ないからさ、まあ、1週間の報告として日記として上げてましたけど、まあそれほどでもないから、今ね、あの植物と物欲とでね、まだ動画も拡張していき、今日も T シャツ、うん、動画もね撮ったんで、まあそういうのでねちょっとね濁しながら、あと過去のキャンプ動画もまだ残っとるから、そういうものをね公開しつつねやっていきたいななんて思っておるんですけど、こう飯動画とか、まあ晩酌動画はねそんなね高頻度に上げてませんけど、最近まだ上げ出してるわけとか、まあマイクのテストがしたいっていうのもちょっと本音ないけどね。うん、もうこれやったらええやろと。最悪音声が悪くて今これ仮に入ってなかったってもう最悪、もういいよそれならね。うん、でこの間だって飯動画食べたのに、2合飯、男の2合飯、炊きたてご飯でベーコンエッグと、じゃベーコンソーセージと目玉焼き2つと、そしてご飯のお供で食べたのに音声入ってなかったからね。うん、これもどうなっとるか分からへん。うん、え、マイクもこれ前はちゃんと刺さってるな、これとは違うマイクでやってた。ピンマイクもこれ昔から持ってるこれピンマイクなんですよ、ソニーのやつ、コンデンサーマイクで。だこれが今使ってるこのオーディオインターフェースに刺しても反応しなかったから、ファンタム電源っていうので、まあ、その電源来てないからね、うん、もちろんそのならへんのは当たり前だけど、こうファンタム電源送ってくれるとチャイニーズから送ってきたからさ、うん、これ試してみたらソニーのこのコンデンサーマイク使えたから、この間使ってたマイクの意味がなくなったっていうね。うん、その前にもう一個違うの買っててさ、それもコンデンサーマイクでさ、こういうと一緒やからさ、ファスター使えるの、それは使えへんのよ。これもその電源供給でいけるはずやねん。これも返品やな。なぜか使えへんし。一緒のこの企画のはずなんやけど。うん。それはもうちょっと返品しようかなと。まあ他でちょっとテストはしてみるけどね。あかんかったら、うん、返品しようかなと思ってますけど。結局、今回このピンマイクするために、ピンマイク3つ買うてますから。3つで、これ2つ、これ入れたら、これは買ってないからいいけど、ピンマイク、ピンパインクのアタッチメントダメだったやつ1個2個買って、3つ目でファンタム電源で気づいて3個目買い、マイクも2つ買ったからね、ピンマイクは。うん、その1個はうまくいったけども、これが前回のやつめちゃめちゃ響きで、単一指向性っていう、まあ、その場所だけ拾うんじゃなくて全体拾うからもうめちゃめちゃ音の反響はそれにあったんかも。これちょっと分からへんよ。一応これも、どの日を取るかは分からんけど、俺も。うん。でもまあまあ、前のよりはちょっとマシかなと思いながら、あとまあ、この、ブーストかけてないから、ちょっと、控えめになってるんで、ノイジーさとか、音割れとかも少ないかなと
うん、ちょっと思ってね、まあ実験やと思ってね見てもらったらねいいんじゃないかな、今日も出ます。さあ本日サンボお前そっち行ったな、どうしよう、9時やね、9時って前考えたら9時なんて全然早かったんですよ。まだまだ寝る前5時間あると、うん、早朝ウォーキング始める前までは私は大体寝るの2時やったんですよ。じゃあ朝起きるの9時、うん、9時とか8時まで平均睡眠7時間ぐらい寝てるわけなんですけど、今となれば朝5時起きですよ。2時なんても3時間寝れへん、無理やん。てかそんな時まで起きてられへん。じゃあ何時ぐらいにお前はうとうとすんなって話するんだって言ったら、ね、9時半ぐらいでうとうとすんだよ。例えば8時50分ですよ。いや俺のリミットはもうこれ今食うてるけど40分ぐらい、もう40分後ぐらいにはもうおじいちゃんのうたた寝みたいになっちゃうんですよ。ただ今エルデンリングというゲームをダウンロードコンテンツやるためにもう一回やり直してるんですよね。まあ、ダウンロードコンテンツ送信できへんわけじゃなくって、ダウンロードコンテンツに行くためにもう一回ちょっとリハビリをしている状況でやっとるんですけども、それもだいぶまあまあ何ていうの佳境に来てるわけなんですけど、そのダウンロードコンテンツをじゃあそろそろ買っとこうかなと思ってね見たら4000何本、もう普通にソフト買えるやんけっていう金額なんですよ。それも最近いやらしくて、まあダウンロードコンテンツで知らないか、パッケージ版全部入りパッケージ版はねけど、当たり前ですよ、ダウンロードだけで売ってないんですよ。ということは中古で買えない、うん、中古で安く出てるのを買って締めいうことはできへんから、結局満額今の時点でまだ払わないといけないですね。まあ2ヶ月ぐらいしか経ってないから、それが配信されてからじゃあまだ4000円ぐらい払わないといけない。でクリア間際まで来てるけど、結局何が起こってるかというと、クリアしてしまうとその4000円のやつ買わなきゃないし、かといっていやもうちょっとやっとこうかなと思ったらやれるから、わけのわからん寄り道やっちゃってるんですよ。一人で30分くらいで終われるやん。ライブとかしたらさもうちょっとやらない気がするけどさ、一人でさライブなんてやったら30分寝たっていいわけですよ。でもライブでやんねん、1時間2時間ぐらいやりたいからさ、今からやればもう11時でしょ、寝とるわ、うん、そう考えるとこの時間ってめちゃめちゃ微妙な時間だね。この時間だよ、これ8時ぐらいだと全然元気よくねやんねんかな。で DLC をダウンロードコンテンツを買うのもちょっと渋ってる状況の俺やから、もうちょっと引っ張ってもいいかなとか思ってしもてる。ただね、俺はもう一つ選択肢はあると思ってるんですよ。ダウンロードコンテンツを今は買わない、セールになるまで買わない。多分年末ぐらいならセール入ると思うんですよ。年末ね 40% か 30% オフぐらい、下手したら半額ぐらいで、途中で中途半端に終わってるゲームがあるんですよ。まあ一つはファイナルファンタジー7リバース、まあファイナルファンタジー7リメイクの2ですね。まあやり込む要素はまだあるんですけど、そのミニゲームがもうクソすぎてやりたくなさすぎて、結局トロフィーコンプリートすることができないと俺は思ってるんで、やる気がなくしちゃってるんで、
まあ、またイライラせなあかんぐらいやったらやらないでいいよと。で、今やってるそのエルデンリング3周目か4周目なんですけど、それっていうのはいわゆる死にゲーって言われて、もう敵も雑魚も強い、雑魚もボスも超絶強いという、格闘とかそういうゲームがそれね、得意な人だと、人でないと最初は苦戦しますよっていうようなゲームなんですよ。で、そう思えば死にゲーってダウンロードコンテンツ入りまで買ってんのにやってないゲームあったなと思って、それは2王2っていう、あのチーム忍者の、チーム忍者っていう光栄テクモっていうね、とか分かりやすく言う、まあ、ゲームしてる人やと分かる、信長の山を作ってる会社なんですけども、そこが出してる仁王っていうの続編、仁王1は私はもう多分トロコンしてたかな、忘れたけど完全クリアしてるんですけど、仁王2はあの途中で終わってるんですよ。クリアしてるよ本編は、うん、それのダウンロードコンテンツも入ってん、それクリアしてなかったなと、うん、なんか飽きちゃっても飽きちゃってさ、もう2を3多分ないやろなっていうぐらいね、ちょっと俺も飽きちゃったんで今回は、うん、でもそれのダウンロードコンテンツを全く、ダウンロードコンテンツ入り買ってんのに全くダウンロードコンテンツやってないから、もう簡単な難易度でいいから、私もその3週目ぐらい行ってますから、その2を2もね、それやろうかなって今ちょっと思ってますね、うん、うん。ソフビやったらなんぼでも金出そうとこがゲーム4000を絞るというね、うんうん、ほんでさ、仁王の2の今気持ち的にはそのエルデンリングの今の3周目をクリアしたら4周目に行きますか行きませんかと、おいどうなんだ俺の筋肉みたいな感じがあるんですけども、それを行かなければ多分ダウンロードコンテンツそのまま行けるんですよ。もう一回最初からやるとある一点とも進めないでやれないんでね、それも考えたらまあクリアしてそのまま置いときゃいいから、うん、そこまでやっとこうかなと、うん、で仁王のダウンロードコンテンツ仮にクリアしたらするやん、周回もせんから多分、まあ持って1ヶ月も持たんでしょ、やり最近ゲームようやってるからクリアまではね、ダウンロードコンテンツ言われそんな長ないから、俺の予想ではエルデンリングがセール入るのは年末やと思ってるから12月。ただいまあのもうすぐ9月でしょ。終わった頃には9月入ったぐらいかな。というかもしくは中頃ぐらいまで行ってますよ。まだ2ヶ月半ぐらいありますよね。2ヶ月半以上。じゃあその時にどうすんなと。まだゲームはお休みっていう選択肢もありやけど、ゲーム熱がちょっとでもあるうちはね、やりそうな気がするなと思いながら、ああ、チーム忍者、メッシングにさっき言った仁王2出してるとこ、仁王出してるとこね、あのウォーロンっていうね、中国のその三国志をテーマにしたゲームがあるんですよ。まあそれも死にゲー、一緒のような多分ゲームだと思いますよ。うん、死にゲーがね、あるんですよ。あ、そういや、あれもやってなかったよな、ちょっとやってみたいなと思ってね。ネットで物色してたんですよ。まあまあ、プレステ5版。で、それ見てたら、もう、一番安いんやったら、2000円ぐらい売ってたんですよ、2000円。2000円やで、本編や、2000円。ダウンロードコンテンツは出てないから、まだ。それね、2000円かよと。エルデンリングの、
ダウンロードコンテンツの半額やん、半額以下よ。ね、仮に今月末、今年の年末にエルデンリングのダウンロードコンテンツが半額ぐらいだったとしましょう。 50% オフのセール、まあ2000円ぐらいになるとするやん。じゃあエルデンリングと今回このウォーロン買ったって、今回エルデンリングを買った金額と一緒やん、一緒やん。2000円になるとすればまだもやん。どうしますか、どうすんだよ、おい俺の筋肉。でまあ、あの見てたやん、メルカリとか見てたけどさ、あのヤフーのフリマとか2000円ぐらいやったら売れてるんだけどね。2000円のやつがなかなかねえんだよな。最近私あの前も言ったけど、ちょっとそのソフビの打ったりとかしてるんですよ。もうちょっとその言ったらあの棚卸しみたいな感じでいろいろちょっと、ま、あの趣向も変わってきたんで、それもまあ言ったら在あの断捨離ってわけじゃないの、整理をしてるわけですよ。ソフビのね、いるものいらないものという、私もがむしゃらに買ってきてますから今まで。まあね、ペイペイフリマってさ、そういう売買してるとさ、クーポン結構くれたりとかさ、週末とかやったらさ 10% オフとかあるんですよね。だからそんな時に買いってね、たまたま最安値ぐらいで浪人はそれ新しいやつか、あのウォーロンのプレステ5のソフトが2000円で出て、さらに 10% オフ1800円、買うやろ、買いました、ありがとうございました。1800円送料込みで買いましたんで、パテモソエルデンリングのダウンロードコンテンツはまだやらん。何のために今までやってたかわからんけど、でビリーチでダウンロードコンテンツやるために最近やってたけど、結局そのダウンロードコンテンツやれるとこまで来たけど、ダウンロードコンテンツやらん、うん、うん、もうとりあえずゲーム実況聞いてない人関係ないと思う、全然わけわからん話だけど、1800円じゃええろ、変な話、1800円じゃもうそこねえろ、1000円とかなんのかな、どうね、まだ下がっていくんかな、1800円で安いと思うからな、うん、まあでもこのおっさんだって1800円、仮に2000円をね、2000円札の新札あるんですか、もうないよね、うん、あのおばちゃんの樋口一葉やったっけ、あの人のお札をその辺に仮に落としても、うん、でもしゃあないか、俺が悪いよな、どっかに落としてなくしてもってなれるやん、俺のボールはそれやとか言って無駄遣いしだすっていうね、うんうんうん、まあ、というわけでまあね、もうそういうふうにいろいろと自分に言い聞かせて、自分に言い訳をしてね、金を打つこと、今日だってね T シャツ動画撮りましたけど、買い物してんだよ、なぜならロック T シャツ俺が買ったから、ロック T シャツの動画を撮ろうと思ったら、じゃあついでにロック T シャツ紹介しようかっていう流れになって1時間の動画だったからね、うん、だからソフビ動画なんか大して再生されねえんだよ、俺のソフビ動画なんか1000再生いったらええとこじゃねえかい、うん、セカンドストリートすごい再生されるね、なんか3、4000、飯動画ぐらい、うん、最近うちの飯動画もね5000いったらええとこやからね、うん。
もう一番最初、ハッピー君なんか毎回一番最初これ言ってるでしょ。すげえよな。うん。稼いでんじゃねえの？毎月10万ぐらい稼いでんじゃねえかな？俺の予想な。俺の予想やで、わからんで。月10万弱ぐらいかな。うん。あんだけ再生したら10万超えてんちゃうかな。どうねえの？俺の予想ね。うん。言っときますけど、私はハピ君より再生されてないんで、そんなにないっていうことですか？うん。パテモソみたいな。子さん飯動画でもね、まあ、チャンネル登録者数3万人超えてたってね、再生数が少なかったのね。結局は再生数、おそらくハピ君の方がね、私より稼いでると思いますね。そんなハピ君なんですけども、本日連絡がありまして、ハピ君です。明日の朝にお米が届きますって来てました。うれぴー！ハピマイ。だから、この間、ハピ君インスパイアして、ハピ君にインスパイアされて、目玉焼きとソーセージ、で、香ばしくだけ。さらにそこに天使場を乗っけて、私は2合飯を食べましたが、音声がちゃんと取れてなかった。それは神のおぼし飯です。パテモソ、おいパテモソ、もうちょっと待て、ハピ君からハピ米が来るぞ、やるならその時じゃないかっていうお達しだと思いますのでね、その時には、明日と言わんよ、まだ俺の冷凍飯やから、ハピ米を炊く時にはソーセージ買うてきて、目玉焼き作って、リベンジしたいと思います。うん。もう9時回ってるもん。お前からこれ動画編集してさ、やってたら多分9時半になったから、もう今日はゲーム配信なしやな。明日しようか。どうしよう。まあ明日かな。明日クリアしようか、エルデンリング。ほんで、2O2 やろうか。ダウンロードコンテンツな。そんな感じで聞いたらいいかなと思います。まあ、ほぼ食いましたし、キムチもだいぶなくなったし、オクラもだいぶ食べちゃったんで、まあ、ちまちまとね、オクラをつまみつつ、やっていきたらいいかななんて思っております。というわけで、パテモソ協会。ほんじゃ、だらだらと、30分喋ってますけども、もう、まあ、カットなしで。はい、投稿したいと思っておりますので、まあよかったらね、またね、見に来てください。というわけでごちそうさまでした。皆さん明日一日頑張って良い週末をお迎えくださいませ。ほにゃの、あ、マイクどうかな、多分いいと思いますけどね。これまあ今録音しているのの5倍にするんで、もうこれでちっちゃかったら耳を澄ましてください。ほな。